送りいたしました。4月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。他のちょんまげ大将さんからリクエストをいただきました。川中美幸さんの新曲、人生ごよみ。中美幸さんの新曲、人生ごよみ、お送りしました。川中美幸40周年記念コンサート、10月22日土曜日、ホクトピア桜ホールにて昼より2回公演。チケットは各プレイガイドにて好評発売中。お問い合わせは 03-3222-7982、 3222-7982、 ベルワールドミュージックまで。今日のお客様は17歳、春日晴美というお名前だった方ですけども、占いの方に聞いたら絶対売れないと言われたそうです。それでお買いになって、今は大変皆さんご存知、もう大変な川中美幸さん、今日のお客様、大島、白大島でおいでくださいました。それで海の後ろには猫が、まあ可愛らしいどうぞこちらに。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。今も猫ブームなんですよね。うん、猫ね、あなた前も猫って言ってた。そうなんです。でちょっとこの帯ということで、はい、本当可愛らしい。どうもありがとうございます。今ちょっと申し上げたんですけども、はい、春日晴美っていう名前で初め出てらした時は、はい、やっぱりなんか残念だけどちょっと売れなかった。そうですね、17歳でデビューしたんですけど、2年頑張ったんですけどもね。で、占いの人がこの名前は絶対売れませんって言われたって本当なんですか、はい、そうなんです。うちの母がですね、やっぱり姓名判断にすごくこだわって、うん、で一応見てもらおうということで会社の方がつけてくださったんですけど、うん、最初自分でもあんまり乗り気じゃなかったんですね。春日晴美、もうちょっとなんか可愛い名前をつけてほしかった、うんうん、なんとかルミとかルリとかなんかそんな名前、はい、で姓名判断で見てもらったら、この名前で頑張っても売れませんって言われて、もうダブルショックで、案の定売れませんでした。2年間そうやって、はい、そうです。でもこんな可愛いね、いろんなとこで歌ってらしたんでしょうね、きっとね。そうですね、17歳、スーパーなんかで歌ったりも。これはあの、ね、デパートの屋上で、あの発表会みたいなのがあって、お洋服で当時なんかああいう格好が流行ったんですね。ところがその川中美幸という、はい、そのバッと売れるお名前はどなたがつけてくれた、はい、これあの元々川中ってのは本名なんですね、それであの下がキミコで硬いんで柔らかい名前をつけようということで、それであのいろんな名前が出たんですけれども、あのこの名前は美しい幸っていう名前は大成するって言われて、それでこの名前にしたんですけど、ね、これお母様とご一緒の時どこでお取りになったんですか。これはあの近所の夏祭りでまだヒット曲が出ない前だったんですけどね。母も若いですね。でもお名前変えて川中美幸になったらどっとそこで出社してデビュー40周年ってことです。そうです、今年40年になります。まあおめでとうございます。もう本当に川中美幸としてデビューして40年で、私の年はちょうど60歳ということで、すべ、ね、て節目の年で本当ありがとうございます。そうですか、はい、NHK はあのラジオが始まって90年っていう年ですから母がちょうど90歳。あ、じゃあもうね、なんだかみんな揃ってるじゃないですか。本当節目の年にね、こう呼んでいただいてありがとうございます。でも春日晴美と呼ばれて売れない2年間は、はい、あんな風に どっかの屋上とか、そうですね、そういうところで随分、あの当時はねまだね仕事場が多かったんですよね。そうですか、公開番組も多かったし、もう新人が出る場所がたくさんあったんですよ。なるほどなるほど。ただポップスがすごく全盛期で、なかなかこう演歌を歌う女の子が出る
場所がなんか少なかったですね、うん、でもお母様はそんな時に、うん、あの歌だけが人生やないっておっしゃってくださったんですって、うん、はい、私あの19歳で、まあ、挫折をして17歳でデビューして2年で大阪に戻って、でうちの母にお母ちゃんにうちも建てられへんかってごめんねって話したら、もう歌だけが人生やないからな、くよくよ考えたらあかんで、あんた健康な体があったらあんたは何やっても成功する人やからって励ましてくれましたね。いいお言葉でしたね。それがやっぱりあなたを支えたってことになりますね、はい、そうですね。本当になんか気持ちがあの、まあ、親のためにうちを建てなきゃいけない、私が何とかしなきゃいけないっていう気持ちがあったんですけど、うん、母にそうやって言ってもらうと気持ちがすごく楽になったのを覚えてます。はい、去年のコンサートの、 あの VTR で、はい、お衣装も見たいので、ああそうです、見せていただきたいので、コンサートの模様をちょっとご覧ください。二人酒から二輪草と幸せ演歌ってね、皆さんに言っていただけるのがとても嬉しいですね。でもさっきあの足ああの、ね、ちょっと太いけど、ま、はい、っすぐなんだとあのおっしゃったの赤いスカート、はい、あとお母様が随分ちっちゃい時足マッサージしてくださったの、あのよくね、私あの足を出すと、みゆきさん足綺麗ねって、こんなに太いのに足短いのなんで綺麗って言われるのかなと思ったら、まっすぐだって言われる、うん、でうちの母に、お母さんよく足のこと私褒められるんだけどって言ったら、そらお母ちゃんとおむつ替える時もさーっとマッサージをしてた足がって、おんぶする時も普通足がこう広がるじゃないですか、それを必ず足を両足をピタッと揃えて、うん、あの足を広げないで、あのいつもおんぶしてた。骨が柔らかいんですから、まっすぐにすればね、まっすぐになるかもしれませんよ、ね、まっすぐになるかもしれない、だからもう太いけど足きれいねって、よくパンプスなんか履くと言われるんですよ ね、今日ちょっとお見せできないのが残念です。そうです、ちょっとそれでねおまくりになるのもちょっとありかしら、おまくり友近さんの、はい、あの番組にお出になって、そうですね、あの最近あの友近さんと番組をで出会って、でデュエットソングまで出しちゃったという。そうなんですよ、あの方この頃水谷さんっていう名前で、そうです、架空の人物で芸能生活いつの間にか50周年になってたんですけど、3年前確か40周年だったのにこの間50周年になってて、で、あの NHK ホールに私応援に駆けつけまして、びっくりしました、私 NHK ホールでっていうか、NHK がよく貸しましたねとか言ったんですけど、ご本人がおっしゃってました、よく貸してくれましたって、あの笑いを撮ってましたけど、うん、でそこでこうゲストで先輩おめでとうございますって出ることによって、そのお笑いのファンの方々が、うん、まあ、どっと笑ってくださるんですよね。そうなんですか。で私も水谷千恵子っていう名前で、そうです、あの方へ、でもお笑い芸人の方も随分見に来てくださって、でその後うちのお店で打ち上げやってくださったんです、たらもう普段お茶の間で見てるお笑い芸人の方がずらっといて、みゆきさんめちゃめちゃ喋る面白いですねとかって言われて、うん、あれ台本通りですか、いやもうアドリブなのとかって、うん、でもそもそも面白いんです、うん、まあ関西出身ですからね、だからそれでなんか最近こうお笑いの方々と出会 う、 こう機会があって、まあなんかバラエティも楽しそうだなというなんか今ちょっと気持ちになってるんですけど ね、 なかなか出る、ちょっと VTR 見ていただいていいですか、はい、水谷恵子ですね、友近さんにの歌まで歌っちゃったというね、なんか恋する大阪っていう、これデュエット、本当にデュエットです、お出しになったんですよ、ね、え本当に出してますね、これは本当に出してます、そう、あの方がね、あの私ね川中美幸さんと出したんですっていうかね、初め嘘だと思ったんですよ、ね、それも架空だと思ったわけです、そう、そしたら本当だったんで、そうなんです、あ今のみたいなお出しになって、はい、面白かったですか、すごくやっぱりなんか自分にとったら刺激的でしたね、うん、なかなか普段お会いすることないんで、そうですよね、はい、お笑いの方たちと一緒にね、でもまあもともと川中美幸さんは面白いことをおっしゃったりするじゃないですか、あの水谷いや友近さんも美幸さんのおしゃべりってすごく面白いから、うん、もっと活かした方がいいとかって結構いろんなとこ推薦してくださってるんですけど、なかなか出る機会がないんです、それでお好み焼きなんですけど、お母様はもうちょっと今お好み焼きやってらっしゃらないんですけど、東京でお好み焼き屋さんやってらっしゃるんですか、あの東京で母も始めたんですけども、うん、ただ母がちょっと病気をしまして、うん、なかなかその出る機会が、お店に出る機会がちょっとなくなってしまったということ、お店自体はあるんです、そうですってね、はい、うん、
なんかね、ここなんですけど、うん、え、これはこれはお好み焼き屋でね、私がちょっと焼いてるんですけど、ね、これあなたですか？はい、これ私です。着物着てないとあなたこんななんですかね。普段は着物着てるわけじゃないんですよね。そうなの、ね、そうなのね。そうですよ。そうそうそう、はい、普段はああいう格好、はい、普段はああいう感じ で、でお好み焼き時はもうエプロンをして、でお好み焼き屋の時にあなたお店出てらっしゃることもあるの、はい、それはない？いや、たまに行きます。あ、そう、はい、仕事の帰りにこう寄ってお客さんがいらっしゃったら、うん、お母の代わりにこれなんかあなたのうちの中にとってもいいやつ、なんていうの、これ豚玉なんですけどね。豚玉ってなんて、お好み焼きの上に豚が乗ってるだけなんですよ。あ、そうです。玉っていうのは何ですか？あ、卵です。あ、卵。あ、豚と卵。そうです。これネギ焼きです、ね、これ美味しそうですね。これはね、京都の九条ネギで、九条ネギ、これすごく美味しいです。私九条ネギで大好きです。そうですか。これ上に乗っかってるんですか、これは、それとも下まで埋まってる？粉と一緒、下まで埋まってるっていうか、こういろいろこう、お好み焼きお食べになったことはあんまりないんですよ。そうですか。食べてみたいもんだなと思ってるんですよ。そうですか。だから今のやつはこんもりしてるのは全部おネギがあそこ乗っかってる、はい、そうです。もうだから全部おネギなんですよ。じゃあ美味しいでしょ。もう全て美味しいです。このスタッフで行かせていただきます。もうぜひもういらしていただければ。何人でも入れます。いや、何人でもってことはないんですけど、いらっしゃるときぜひじゃあ一言いただければ、あと赤い絨毯引いてます。そんなそんな。それで映画にねびっくりしたんですよ、はい、初出演なさったんですけど、それが、はい、もう本当に、はい、普段のあなたで、はい、なんか川中美幸って言っても、はい、こんな風になっちゃうのかって。写真ちょっといいですか、皆さん。あのね、いやん。すごいんだよ。これどういう役なんですか？なんか、これはですね、映画のタイトルが家族の日と言いまして、これは私はですね、平田満さんの奥さんの役で、ちょっと都会この人ね、あ、そうで、いつも怒っていつもなんか文句ばっかり言ってる役なんです。当番とか意味のないお付き合いとか、それに決まり事も多いし、押し付けられる仕事が多くて大変だから。なんだか、そうなんですか。都会にずっと慣れてて田舎生活に慣れなくて、いつもイライラ、なんかいつも怒ってる役なんですよ。あ、そうね、でやったことない役だったんで、大丈夫でしょうかって言ったら、大森誠二監督が、みゆきちゃんがやれば嫌味にならないから大丈夫だからとか、そうですね、もう初めてのが銀幕デビューということ。すごいですね。まあやらせて、年齢、台本見て年齢はいくつかなって気になったら同じぐらいでした。よかったですね。よかった、いや、よかった、本当もうちょっと若い方がよかったんですけど、ね、でも舞台なら、ね、ちょっと若くできるんですけど、やっぱりこういう映像となると、ね、そういうふうになんか面白い性、はい、性格、はい、そういうのが面白いじゃないですか。そうですね、結構割と役としたらちょっと面白い役だったかなと。私は思います、今お話を伺っただけでも、はい、とてもね、なんかほんわかとする映画だと思います。そうですか、わかりました。